蝶の一念、侮らないで。条件は何？そうせくでない。機長、お前は織田に嫁ぎ。わかった。やれやれ、相変わらずつげない愛娘だの。務めを果たせよ、機長。想像し、そう言うな。祝いの席だ。不服か、この縁談が。私は役目を果たすだけ。大義なことだ。あの、光秀、うつけがもう一人。祝いの席でかような狼藉を許すとは。信長殿、主道さんに代わり詫びさせてくれ。詫びなど後にしたらどうだ。見ろ、新たな狼藉者が湧いて出てきたぞ。切り抜けて屋敷の外へ出るほかなさそうだ。案内する、ついてきてくれ。良いのか。この襲撃仕組んだのはおそらく構うものか。大事な客人に傷を負わせては美濃斎藤家の名が地に落ちる。忠義ゆえに背くか。よかろう、宴は終わりだ。任せたぞ光秀。客人への非礼、到底看過できるものではない。俺の手でこの騒動を収めねば。父を救いに行くの？あなたは殺そうとした男だというのに。親父殿は俺の器を測っていたのだろう。結果俺は美濃を取る名分を得た。恨みはない。かといって報いるほどの運もないはずよ。座して待つだけでは滅びるのみ。それを俺は父に学び、父は親父殿との戦いの中で学んだ。俺は尾張を他人にくれてやるつもりはない。故に俺は俺のやり方を貫く。それだけだ。お前も来い、機長。親父殿もお前に会いたかろう。身内同士の殺し合いを見届けろと。酷なことを言うのね。美濃からでございます。
親父殿の指示か。そうよ、あなたは噂通りのうつけだった。もう用なしというわけね。お前もそう思うのか。私がどう思うと私の役目は変わらないけど、もう果たせそうにないわね。早く殺して。こうして見ると綺麗な顔をしているな、機長。親父殿に伝えておく。信長は殺しても死なぬとな。吉本を撃った今、次に攻めるべきは義達。俺は斎藤家を滅ぼし美濃を取るつもりだ。機長、斎藤が滅ぶ様を見たくなければ尾張に残れ。お前はどうしたい？わからない。私は今まで自分で何かを決めたことがなかったから。私は父上に言われるままに生きてきた。斎藤家を強くするための道具として。父上が死んでも美濃に斎藤家が続く限り、私は心のどこかで父上に縛られ続けている。あなたが斎藤家を滅ぼしてくれれば私は変われるかもしれないわね。ならば共に来て、己が手で因縁を断つがいい。でなければ親父殿の呪いは解けない。わかった、そうさせてもらうわ。ついに今川が攻めてきたそうね。これで織田家もおしまい。残念だわ。しまいかどうかまだわかるまい。あなたまさか勝つ気でいるの？当たり前だ。いかな大軍も不意をつけば崩せる。俺はこの戦で義元を討つ。本気なのね。呆れた。最後に立っているのは俺か義元か。機長、お前が見届けろ。いいな？ええ、そうさせてもらうわ。みんな張り切っているようね。私も一緒に行っていいかしら？まあ、お前を縛るものはもう何もない。共に戦うならいずれ京の都も見られるだろう。信長殿、浅井との盟約には朝倉との不戦も含まれていたはず。やはり今朝倉を攻めるのは。私も考え直すべきだと思うわ。もしも長政が朝倉に味方すれば、一の立場も危うくなるもの。長政は天下一心の志を共にするものだ。この後に及んで俺を裏切ることはあるまい。だがもし俺に背くようなことがあれば、もはや長政と共に歩む道はない。それでも構わないと。いずれにせよ、天下一心の妨げとなる朝倉の存在は看過できん。お前も腹をくくれ、光秀。もちろんだ。辛いか、機長。わからないわ。ただ言えるのは、私にはもう何もない。父のため織田家に来たけれど、父はもういない。あなたも私を妻にしておく理由はなくなったわね。ならば出家して親父殿を弔って暮らすか。そうしたいなら止めはせぬが、もうお前を縛る者はどこにもいないのだ。この先は好きに生きたらどうだ。そうね、考えておくわ。
綺麗。ほう、この戦火を耐えたか。この無垢もいつかはすすけてしまうのかしら。そうはさせない。光秀だろ。お前に先を越されるとはな。確かに犠牲なくして太平の世は築けんのやもしれん。だが市中の希望を守り抜くには乱れし現世を打ち砕かねばならん。その先に太平がなれば無垢は無垢のままでいられよう。それが天下一心なら、あなたが守り抜きたい希望って。俺にとって大切な者たち、もちろん機長、お前もだ。笑うか、らしくないと。ああ笑うね、とんだお笑い草だ。美月。けどそれでこそ俺の親父だ。惚れ直したぜ、な機長さん。もう。あなたも私の希望。